カナダ科学技術博物館にあるヘレンソーヤーホッグの非対カナダ科学技術博物館にあるヘレンソーヤーホッグ天文台ヘレンソーヤーホッグは球場星団の研究で知られるカナダの天文学者である。彼女はトロントスター市で1951年から1981年まで連載していた天文学のコラムと 1946年から1965年までジャーナル・オブ・ザ・ロイヤル・アストロノミカル・ソサエティ i c a l s o にアウト・オブ・オールド・ブックスのタイトルで投稿していた天文学史に関する論文で有名である。1926年にマウントホーリーヨーク大学を卒業するとハーバード大学天文台に勤めハーロー・シャプレイやアニージャンプ・キャノンと共に星団の研究を行った。 1931年にラドクリフ大学から博士号を授与された。彼女は1930年にフランク・スコット・ホックと結婚した。二人はブリティッシュ・コロンビア州ビクトリアに引っ越し、フランクはドミニオン天体物理天文台に勤めた。ヘレンは雇用されていなかったが、無報酬の助手として働いた。1935年、二人はオンタリオ州に戻り、 ここでヘレンはデイビッド・ダンラップ天文台の職を得た。この時期の彼女の研究テーマは炭素、窒素、酸素の吸収線を含むスペクトルを持つ構成であった。フランクは1946年から死去する1951年まで天文台長を務めた。彼女は1949年にアニー・ジェキャノン賞、1983年にクルンプ・ケ・ロバーツ賞を受賞した。 1967年には、天文学における顕著な功績により、リッテンハウス天文学会シルバーメダルを受賞した。リッテンハウス天文学会は、天文学者のデビット・リッテンハウスを記念して、設立された学会である。1968年には、カナダ勲章を受賞し、さらに1976年には、コンパニオンのランクに上がった。エドワード・ボーエルが発見した。 小惑星、ソーヤホッグは、彼女の名前にちなんで命名された。オーダーオブカナダサイテーション、アーカイブドインザインターネットアーカイブ、セプテンバー30、2007、ソーヤホッグイコール 1980RR、MPC、2021年8月8日閲覧。ありがとうございます。